はい、どうも、シュイティーブです。レイです。そして、どうも、ハチョウチョウです。どうも、ヒッポンチャンネルのヒッポンです。ヒロトです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、スペシャルなコラボです。なかなかない、大阪からね、ヒッポン来ました。ありがとうございます。はい、というわけで、今回はせっかくね、来たってことで、僕が勝手に提案したんですけど、はい、ロンティーやりましょうってことで、まあ結構定番なんですよ。コラボの時ロンティーやるんですけど、翔平 VS その他、野球 YouTuber ってことで、飛距離バトルをします。はい、1人10球で、まあおまけなしで、打って、一番飛んだ人が、なんか俺が買ってあげる。おー、素晴らしい。企画をして、はい。で、俺が自滅したら、それで多分皆さん、勝てると思うんですよ。俺が自滅しなきゃ多分、普通に勝つと思うんです、余裕で、うん。で、今日まだこの右上とか左上にいますけど、はい、ナオピーが。今向かってます。今こう車でボワブーンってね、はい、向かってるんですけど、はい、遅れてくるんで、もしこの企画終わるまでに来れば打たせますけど、来なかったらもうずっと頼む、来てくれこのビヨンドマックスレガシー最新バット、うん、でこれトップの 720g 84cm でこれを使ってみんな打っていくっていう平等にいきましょう。はいはい、それではやっていきましょう。ゴー、はい、せーの、最初はグー、じゃけんぽい、はい、ゴーショー。おっ、最初こっちから行きます。最初はグッ、ほい、3で、 3最初はグッ、ほい、ほい、はい、グッショ、はい、グッショ、2で2、じゃあ最後2、3、5、1か4、最初はグッ、じゃけんぽい、ちょーっ、1と4だったら4。わー、最初1じゃねえのかよ、そこは。まあでも動画的にするのは絶対1っすよね。そうっすね、そうね。そこは YouTuber 分かってないっすよ、まだナンパ系、ナンパ系、やめろ、海ナンパ、やめろ、海。よーす、はい、1球目やべやべやっぱ練習通りじゃない。2球目、あ、いい、あ、悪くない、悪くない、悪くない、いやー、ポイント結構。3球目、あ、やべえ、ちょっと負けそうだ、やばい、熊当たり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 、おー、いい、もうちょい。ああ、90、いや、90、あ、90は勢いか。あと3球です。9、あ、上がりすぎた。いやー、ラスからいいんだけどな。ラストはラスト、あー、イエイ。感想は、あ、変直打てたんで、あ、でもこの前金属で変直だったんで超えたかったっすね。悔しいっす。はい、ポペッ、オッケー。これって超えてないっすよね。ワンバン、ワンバンじゃない、今、はい、せーのー、持っていくの、あとでいいよ。よし、叫べ、はい、うん、来た、うん、来た、来たんだよ、これ来た、来た、来た、3球目で来たよ。3球目、ナイマチ、ナイマチ、ロー来ました、今、本命、はい、よっしゃー、やってみるか、何番か分かんないな、判定の肌が超えてないんじゃない。いや、超えてない、マジか、あ、低いドライブ、あ、そっか、やっぱまっすぐ打った方がいいんだな。うわぁ、やばい、車、うわ、飛ぶ、行ったでしょ、これはさすがに。さあ、2本目、
ね、落ち、落ち。まだ1本欲しい、翔平さんに行くまでに。いきます。はい。うすいません、 OK、 OK、 いや、全然いいですよ。ラスト2。うわラストよ、っしゃー、ダメ、ヘッドめっちゃ走った今これ。はい、3本、よっしゃー、よし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 、もう増えましたよね。はい、お疲れした。記録3本です。記録3本、はい、はい、どうですか、レガシー。レガシーはやっぱヘッドの感覚が分かればさすがに飛びますね。素晴らしいバットです。やはり1球目、全部過ぎた。いい勝負だ。仲良く同じチャンネルにいい勝負してるよ。前でラスト3つです。はい、お疲れした。さあ、どうですか。いやいや、でも思ったよりはいい感じで近いって思ったよりはいい感じでいけましたね。ただやっぱなんか擦りがち、元からなんか昔から擦りがちなんですよ。なんでやっぱ擦っちゃいますね。やっぱだからそのために今回ちょっとこっちに巻い、普段こっちに巻くんですよリストけど、こっちに巻いてもっと押し込む意識でやったんですけど、それでもまだ擦るなって。擦ってますね。結構擦ってます。あんま関係ないじゃないですか。どうなんですか。でも結構だからいつもよりは押し込めたんですよ。おお。じゃあ今度俺がそれなしでバッテだけで打つわ。あ、オッケー。擦りなしで。すごい。頑張ります。お願いします。お願いします。はい。決め。お、マジか。吠えた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 。マジか。ちょっと待って待って待って。ちょっとカメラはぼやけちゃってましたね今。こっちは。ユーフォー見てなかった今。マジか。高く上がる。今ちょっとね、詰まったとかね。ああ。はい。いいか。三球目。四球目。いや、分からん。どこだ。
1球目全然見えない、どこだ。ダメだ。あっ、あっ、決めない。あっ、いやー、吠えねえや。何番吠えたの。4番吠えたのよ。マジか。吠えたよ。今いい感じ、いい感じ。やめ。超えてるわ。バンバン。記録2本です。終わり。はい。はい、終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、ちょっと自分のバッティングできなかったですね。結構厳しいピッチャーでしたね。なるほどなるほど。攻守攻めの。厳しいピッチャー。すいません。ごめんなさい。まあこれは翔平 TV なんでないっても大丈夫ですよ。え？翔平 TV だからないっても大丈夫ですよ。いやいや、自分のチャンネルなんで。いや全然全然、はい、そんなこと。すいません。やってもらったんで。でもまあ昔からこういう勝負の時に両兵使っちゃまずいっていうのがあったんで。はいはい、いいこと起きないんで。なるほど。これは俺の選択ミス。しょうがない。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで大井くん3本。はい、だす。俺が2本。で他の3人は0で両兵が先直。でその後、多分飛距離的にはヒロトでユーポンという記録になりました。ボーイコンおめでとうございま す, と い, ますというわけで本日コラボしました、ぜひとも YouTube の方ね概要欄貼っておきますのでチェックの方よろしくお願いしま す, しいします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのがあのカラーリングも高校生使えるカラーリングなのでまああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したらそうです。 OK、 この動画なりまあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけどまだモンタナさんの方の登録も終わってはいないのでデサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいてそうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、まあ、1万人か分かんないんで僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。